ご在所、ロープウェイの赤いゴンドラと湯の山温泉ご在所、ロープウェイのシンボルの白い鉄塔左は山条公園駅、右は湯の山温泉駅ご在所、ロープウェイとは、三重県三重郡小物町にある湯の山温泉から、鈴鹿山脈の手法である、ご在所だけ山頂を結ぶロープウェイ。三重交通志会社のご在所、ロープウェイ株式会社が運営しており、 ロープウェイの山温泉駅とロープウェイ三山公園駅間約2 1トルを結ぶ。両駅の標高差は約7 8 0ル。運行システムはゴンドラ38台を使用する複線自動循環式である。1959年4月29日に開業した。空中散歩の途中には湯の山温泉街や小物、四日市市市街地、伊勢平野、 伊勢湾などが望める。また、五在所竹の美しい自然は、四季折々に姿を変え、春は赤屋潮や白屋潮などが咲き、夏は農漁を求めて赤とんぼが飛び交い、秋は山を彩る、美しい紅葉、冬には白銀の世界と樹氷など見事な景観を見せる。五在所竹の頂上へ行くには、ここからさらにリフトで8分ほど登るか、徒歩で登山をする。冬季は、 山頂部の御在所スキー場の営業が行われている。2018年開遊船300周年記念として、新ゴンドラを導入し、湯の山温泉駅の入り口を改修。さらに、山上公園駅のレストランを新築し新たな観光客の誘致を図っている。ロープウェイと同じく御在所、ロープウェイ株式会社が運営するリフト、ロープウェイ山上公園駅に併設されている。 ロープウェイ駅と御在所だけ山頂付近にある頂上駅を結ぶ中間駅としてカモシカ駅とスキーハウス駅がある。このうちスキーハウス駅はスキー場営業日のうち上級者用ゲレンデ使用時のみ営業する。なお、この観光リフトとは別にスキー場営業日のみ運行する第二リフトがスキー場の初心者用ゲレンデに並行して設置されている。 近鉄四日市駅から近鉄湯の山線の終点湯の山温泉駅下車。駅前から三重交通バスに乗車、湯の山温泉、ご在所、ロープウェイ前停留所下車。かつては三考湯の山温泉停留所から徒歩10分かかっていたが、2018年8月に湯の山かもしか大橋が開通、ロープウェイ駅前の駐車場へ、バスが乗り入れできるようになった。なお、 名古屋駅から同じく30交通による直通高速バスも運行されている。マイカーの場合は、東名阪自動車道四日市インターチェンジから国道477号、県道577号経由、または新名神高速道路の小物インターチェンジから同ルート、駐車場も完備している。滋賀県側から国道477号の竹平峠経由のルートもある。 あらゆの山観光ホテルが2000年11月までロープウェイの山温泉駅のふもとの方で営業していたが閉鎖され建物も解体された。ありがとうございます。